次の曲はね、栃木県北地方のオリジナルの曲で、栃木県北地方の短い夏を歌った歌でございます。爆笑聴いてください。男一人が田舎のあぜ道をのんびり歩いていたところで、誰かが気にかけてくれるわけじゃないけど、心は安らぐのを感じてる。運命なんて信じているわけじゃないけど、君との出会いは偶然じゃなくて、君と別れたことも決まっていたことなのか、今更ながら感じてる。忘れたかった過ぎた日の記憶が忘れられない思い出に変わってゆく。麦の穂は豊かに実りをつけて、それでもまっすぐ立とうとしている。もうすぐこの街で一番暑い季節がやってくる。来たばかりの頃はすごい田舎ですごく狭い社会だと感じていた。話しかけてくれる隣の人の笑顔が愛おしく感じることもあった。都会に疲れ仕事に疲れ果てて、あなたのことを忘れたかった。逃げ出してきたつもりではなかったけれど、どっかで安らぎを求めていた。煩わしいだけの人付き合いがかけがえのないプレイに変わってゆく。麦の穂は豊かに実りをつけて、それでもまっすぐ立とうとしている。僕自身も実りをつけながら背筋を伸ばしていきたいと思う。君に伝える機会はもうないけど、新しい恋も始まっています。もうすぐこの街で一番暑い季節がやってくる。いやー、このね、笛の音がね、朝一の会場でもね、すごく人気があってね、ではやってもらおうか。矢口さん、よろしく。皆さん、お酒の方はだいぶ進んでますか？ですね、昔から酒飲みにこうよくこう言われるのが、聞いたことあると思うんですけど、備前のとっくり、唐津のぐい飲みって聞いたことあります？お酒飲みの方はね、まあ聞いたことあるかな。備前焼きってありますよね。とっくりといえば備前焼きで、ぐい飲みといえば唐津。そこでですね、唐津には日本の三大秘話と言われる悲しいお話があるんですね。その中で舞姫、そのお話をモチーフにした曲がありまして、舞姫という曲を皆さんにちょっとお届けしたいと思います。どうも。忍部の、ゆうべにようこそ遅れました。じゃあ、舞姫という曲を思いを馳せて聴いていただければと思います。